ツルウメモドキは、西木木ギカツルウメモドキ族の落葉ツル性木本。日本を含め東アジア一帯に自生し、日本では北海道から九州まで分布する。日当たりの良い山野や林などに生育し、都市部の植え込みなどにも見られる。ツルは、はじめはまっすぐに伸びるが、他の植物があると、伸びやかに絡まりながら、左から右巻きへ巻き上り、よく成長し、他の木を覆うこともある。 本年度のツールは緑色をしており、2年目以降は茎は木化して茶化色になり、皮目が目立つようになって太くなっていき、他に巻きつくものがないと直径5センチメートルにもなる場合もある。葉は五星し、長さ5から1 2トルで、葉兵は2センチメートル前後。幅の広い卵型から東乱型もしくは円形で、浅い巨子は波型で丸い形状をしており、 ナノトウリウメや梅モドキに似る。表面、メ面とも無毛で、全体に薄く、紙質で、網目状の葉脈がある。秋には紅葉して、葉が落ちる。花は、私有一種で5月から6月頃に開花し、黄緑色ないし単緑色の数ミリメートル程度の、小さく地味な花びらが5個付き、溶液から出た、中産カ所につく。尾花は5個のメシベが目立ち、 メバナは中心に散列した中東がつく。果実は秋に炭鉱色に熟し、三つに劣化し、鮮やかなダイナやカイロの仮種皮に覆われた種子が現れる。種子は鳥に食べられて散布される。北、アメリカには緑化用に導入され装飾用にも使われたが、野生化子外来種として各地に広がり、森林を覆うなど問題となっている。 北アメリカ在来種としては禁煙の C スキャンディンズがあり、両種は交雑可能であるため特に遺伝子汚染が問題視されている。果実は葉が枯れても色鮮やかさを保つため、これが美しいので生け花な,など、リースやインテリアの装飾用素材として使われる。同族はアジア、オーストラリアからアメリカに分布する。日本には類似種として、大鶴梅もどき、岩梅鶴などがある。 ありがとうございます。